行く？ああ。クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。分かった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なあ、なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だからん、兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？蹴りが鋭い。それ特徴かな。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな、あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった、うん、とにかく街の中探してみよう。
新人、この2は検品しなくていいからな。ドンコルネオ宛ての2ですけど。だからだ。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは結構です。クラウド、行こう。どういった快楽をお求めですか？この街で我慢なんかしたらダメダメ。契約は基本。まったく騒がしい街だ。いらっしゃい。薬屋だが、アイテムも扱ってるよ。毎度あり。それをずっと眺めてる俺たちは。とろっとろにとろける。ハチミツマンだぜ。ここは俺の特等席だ。喧騒の中で孤独を味わうのが好きなんだ。訴える？もちろん。クラウドさん、研究のためならどこにでもご協力をよろしくお願いしますね。クラウドさん、あら、素敵なお花ね。いい店紹介するよ。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。続きバトルレポートのデータテストを。いい子つけますよ。ずいぶん待ってるね。奥さんの中かい？服を選ぶのってどうしてこんなに楽しいのかしら。いらっしゃいませ。何かお探しの商品がございますか？お値段とサイズを見るまでは。迎えに来ない方が悪いのよ。いい店紹介する。お値段もなかなか。館はあなたにまた来るよな。さあ迷っちまったか。着きました。申し訳ございません。ただいま準備中でございます。出禁の客も多い。よく見張っておかないと。あんたはリーフハウスの？ちょっと、何でも屋さん。この町で人の素性を探るのはご法度ですよ。ここで何をしている？あ、実は私、子供の頃からダンサーになるのが夢で、夜はここで踊ってるんです。子供たちには内緒にしてくださいね。昔から踊ることが好きなんです。今夜もなかなかの入りだな。無理。あと一杯。どうなってんだこの街は。この店こそいる人ぞ知る。今の最悪だ。もう同じディスクを買ってから。お客さん、よかった。違うって。また指名するから機嫌直して。ちょっと飲みすぎたかな。アニアンのショーがある日に来なくてよかった。
召喚マテリアイズの召喚獣キャンデアレクサンダーを持ってるだろう。知っとるか。お前、今だに三つ橋。母ちゃんにバレない秘密なの。銀行なんて名乗っているが、実態は高利貸しじゃねえか。よう。こんな裏路地まで来るとは好奇心旺盛だな。度胸に免じて見逃してやろう。今夜だけはな。あの、うちの若いのもですか。あんたは何も見なかった。そうだろう。まさか俺にどけっていうつもりか。見逃すのは今夜だけだ。こんな裏路地まで来るとは好奇心旺盛だな。度胸に免じて見逃してやろう。今夜だけはな。あんたは何も見なかった。まさか、そうだろう。俺にどけっていうつもりか。見逃すのは今夜だけだ。街の上がりも相当巻き上げられているはず。看板見ただろう。マテリア屋だ。ライド。ユーマは忙しかったな。引き受けに繁華街に行ってみるか。そうね。飲んだり休んだり。手のひらから全身に力が流れ込む。ポカポカスレスレで。
ハニーガールはメリッタちゃん一択。これは歴史的。毎度。いや、危険に備えるって大事ですよね。あんたもモンスター保険一口どう？文句つけるなら障害。なんだ？俺たちの保険に興味津々か。なら最高額のスペシャル保険。いや、危険に備えるって大事ですよね。文句つけるのが障害を。いやいや、B 氏はマニアックすぎるから。いやいやいや、 A 氏に言われるのは心外。くっ、モンスターより人間の方がよっぽど。アニアンの賞があるあと一杯。おごるぞ。ここはない。いいのか、兄。じゃあバハムート3個と交換で。ダメ。頼む、あいつを譲ってくれ。やめて、人を呼ぶわよ。この店こそ。ごま。この今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。とろっとろっ。これは大バカだ。ここはな。さあ、もう一回行き。ああ、入るべきか入らざるべきか。俺ってこんな時文学的になっちゃうんだよな。わかるかこの感じ。おほ、同類かよ。もしかして楽しいことの後は罪悪感やら自己嫌悪でめいっちゃうタイプか。でもそれは一時のことで、すぐにまた。あ、なんだ、質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか。街を出ないでジョニーてよ。こうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人、何。気にするな、知らなくてもいい。あと一歩。どこもかしこも怪しくて。この店こそ。お前、この花も1時間に10ヒル。勉強ってやつさ。はい、もう二度と来ないよ、こんな街。無事に上に帰れるよう祈ってるよ。まあね、生活に不便。どうもどうも、私シンラレコーズからデビューしたもののヒットには恵まれ、苦節7年。今も地道に営業、こちら新作なんです。
よろしければどうぞ。私強いわよ。インスピレーションが帰ってくるまでは放っておいてくれ。マーケット1の武器屋へ。どうぞごひいきに。
あれ見て、トルネオ、あそこだね。ああ。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか？だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ。特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。ならない。ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス、レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや、代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そして手もみ屋のマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。どうしても入りたいなら代理人を頼れ。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、
ティファを助け出すのは俺だ。よし待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああお好きな席へどうぞ。重ねて食べるとさらに味が変化。魔法のスイーツ食べる。元武器屋のおっさんは変わるまでが。この、どうにかならないのかしらね。神羅の輸送艇ゲルンカ、あれ欲しいな。あれは何て言うの。またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか。欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。裏だ。残念、表だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら、他のやつを当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあだ。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ。というわけか。負けないから。なるほど。
開いてないみたいだね。おお、手のひらから全身に。やめておくわ。お酒よりお布団が恋しい。そうか。どこも全部乗せ、行っちゃうぜ。チクショウ、アニアンに会うはずが。ここか。なぜ俺はあんなことを。俺が話してくよ。エアリスはここで待て。すごかった。え、どうして。私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。咲き乱れる花のように誘惑し。わあ、へえ。いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか。あ、アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか。いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに。俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。俺の花束、なんか大範囲に届いたかな。あなたはハニー。そこ飲みすぎたかな。ロカルで少し冷ましましょう。仕事場には来るなって言っただろ。でもどうしても私とも。ああ、マジでろんな男が。ここも満席か。どうだったの。ぼったくりじゃねえか。映画館に来てるんじゃないよ。貧乏にはちょっと戦えな。くそ。あ、うん。いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ。あ、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと。私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。まった、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。たくまた変なの来たわ。ちょっとバカし、若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって。頼み。あのね、お二人さ、うちは手もみやもんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた、名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。お、戦う男の力強い。それでいて
しなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだ。ふん、客じゃないなら出て行きな。決心はついたのかい。さ、どのコースにするんだ。じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド。それなりのお客にはそれなりのおもてなしを。じゃあ左手の指5本まとめて適当に。痛いぞ。あら、お気に召さないようならやめてもいいんだけど。手をワキワキさせてごらん、効果がわかるから。ほら、ワキ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 。ああ、これはいい。どうだった。悪くない。何してるの。ワキ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 。いや、なんでもない。癖になりそうかい。さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろう。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏くさい格好した女を連れてったとあっちゃ、代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？言わせておけ。気に入ってるんだけどな。あんたらイチャつくなら店の外でやってくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ。ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。この町には地下闘技場があってね。クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか。うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るかい。わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。どんな大会かな。この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう。
そこは心配していない。トルネオ杯入場開始します。ランナーは右手、出場する選手は左手にお進みください。お進みください。今からエントリーが？たっギリギリだな。二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ？だったら私も出る権利あるよね？じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。ん？ここは観覧車受付だよ。楽しみよね。ここは観覧車受付ですよ。ねえ、まだなの？こちらは観覧車受付です。何？ちょっと押さないで。うちの品こそ隠れた闘技場名物。今は開店中。エレベーターで下だ。急いでくれよ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ。急げ。眠らない都市ミッドガン。中でもひときわ輝くきら星、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あまたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ギャラ。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。寒風の紐でに打ちのめす。勇者だ、知恵の博士。舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ、血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。一格闘デスマッチ、トルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。
あんたたちか。どうしたの、その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえからさっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。準備はいいか。せいぜい死なねえようにな。さて次はなんとカップルでの出場だ。なんたる場違い。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。じゃないの。はあ、素人が人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合レディーファイト。曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。
次の試合までしっかり休んでおくんだな。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか？ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず、アウトローの町から弾かれたアウトロー。皆様、お手持ちの希少品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、お前ら、こいつ、ここで会ったが100年目、恨み、晴らさせてもらうね。100年？100年も経ったか？うるせえ！やがる！え？何？おっと、これはどういうことだ？どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルール無用の闘技場。コルネオがいいって言ったらいいんだ。オッケーが出てしまいました。もうめちゃくちゃ。だぜに無勢、ここに極まる大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合、レディーファイト。
なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方美しいですね。ねえ。次、決勝だね。ああ、浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩、二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。もう死んだふりしなくていいのか。恐れ入ったよ、まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、やあ、まずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。
おとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんたふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ。服を用意してもらうんだろ。うん、喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の掛け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。ひぃー、こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てばさすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。ほら、言っといで。私に賞金。